こんにちは、お話の日です。よろしくお願いします。1曲目は谷さんが作曲して私が作詞した曲をやります。はい。
ありがとうございます。次の曲はコピーで、それでも世界が続くならの3箇所をやります。
はい、喋ること何も考えてなかったこういうな突然の振りは良くないなって思ってます。謝って謝られちゃった。なんかこう、あと何分なの今。結構あるよ、時計が見えないんだよ俺も。言われたら曲作りました。谷が作って、曲作って、谷が詞をつけて、谷いっぱいいるんすよ。繋がってたんだ。そうか。時代が変わってる。そう、谷と谷なの。まあ、こんな感じに適当にやるんで、ちょっと。まあ適当に聞いてください。谷さん、前もさっきも言ったんですけど、谷さんが作曲で谷が作詞なんですけど、あらかじめメロディーが決まってて、それに言葉をはめていくのが大変だったんですけど、次の曲は明るい曲になってますので、明るい曲作ったんで、谷さんの明るい曲で、谷が谷がお話の日でした。